こんにちは、リリナナです。今日はこちら小さめなバッグを作ってみました。春に小さな女の子がこんな感じのバッグを持ってたら可愛いだろうなというイメージで作ってみました。下がちょっとカゴ風になっていて、上はコットン糸でレースをちょっとイメージしてつけてみました。で、私は小さなミニバッグを作ったんですけども、ティーカンをつけてこう持ち手をつけずにショルダーにしても可愛いと思うし、このまま持ち手などをつけずにバスケットとしても使えると思うので、よかったら編んでみてください。はい、では材料です。今回はダイソーさんのアクリル毛糸並太、こちらのカラーナンバーが410番ヘーゼルブラウン、こちらを2本取りで編んでいきます。で、こちらはアクリル 100% 40g 68m で、かぎ針が5号から6号、標準ゲージが長編みの場合15目5段となっています。で、あとはセリアさんのこちらニューエンジェルコットン、こちらのカラーナンバー1番、こちらを使用していきます。で、こちらは綿が 100% 25g 65m、かぎ針が3号から4号、標準ゲージが22目31段となっています。で、かぎ針は10号針の6ミリと5号針の3ミリを使用していきます。はい、では2本取りで編んでいきます。かぎ針は10号針の6ミリを使用します。指に2回巻きつけて指から外します。輪の中に針を入れて糸を持ってきます。一度キュッと引き締めて鎖一つで立ち上がります。輪の中に細編みを6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、6目編めたら輪を引き締めます。糸端と同じところから出ている糸がこう開くとあると思うので、こちらを引っ張ります。で、糸端を引っ張ります。針を戻して、糸が動く方が針の前になるように戻します。一番最後の目から数えて6目目、1、2、3、4、5、6、6目目に針を入れて糸を持ってきます。で、次から円を編んでいきます。で、もし円の編み方がわからない方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。では、上に書いてある段数までしばらく円を編んでいきたいと思います。はい、8段まで編んできました。で、1周が48目になっています。で、幅がだいたい14センチになっています。で、次から模様を入れていくんですけども、こちらの模様は4の倍数で編めるので、もしサイズを変えたいなという方は、一番最後の段、模様に入る手前の段ですね。そちらで4の倍数になるように調節をしてみてください。はい、では次からまた模様を1段目というように書かせていただきます。簡単な模様を編んでいきます。まずは鎖一つで立ち上がります。根元から細編みをまずは1回2回と2目入れます。1つの目に1つずつ細編み1回で、隣の目にも細編みを1回で、次は筋編みを2回編んでいきます。奥の1本を拾って筋が残るように編んでいきます。細編みで、隣の目にも細編みで、これを繰り返します。細編み2回、1、2、で、次は筋編みを2回、1、2、細編み2目、筋編み2目とぐるっと編んでいきます。
はい、最後の目まで編んできました。細編み2目、すじ編み2目と編んでいます。引き抜いたところがあって、立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで1段目が編めました。で、次は模様の2段目、下の段とは逆の編み方で編んでいきます。鎖一つで立ち上がって、奥の1本を拾います。すじ編みを1回、で次はすじ編み、すじ編みを2回ですね、2目、で次は細編みを2目、頭全部拾って細編み、で隣も細編み、下とは逆に編んでいきます。すじ編みを2目、で次は細編みを2目、でこれをぐるっと編んでいきます。はい、すじ編み2目、細編み2目と最後まで編んできました。引き抜いたところがあって、立ち上がり、最初のすじ編みの細編みですね、こちらの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。でこれで模様の2段目が編めました。で次からは1段目2段目を繰り返しながら編んでいきます。下の段とは逆の編み方で編んでいきます。では上に書いてある段数まで、下とは逆に2目ずつですね、細編み2目、すじ編み2目、それかすじ編み2目、細編み2目という感じで、上に書いてある段数までしばらく編んでいきます。はい、13段まで編んできました。で、だいたい模様の長さが12センチぐらいになっています。これでこちらのバッグは終わりにしようと思うので、引き抜いたところまで編んでいるんですけども、ここで糸をカットしてしまいます。こちらで糸処理できる分残してカットします。で、こちらの輪の中にこれは入れておきます。キュッと止める感じで。で、次はエンジェルコットンで編んでいきます。はい、ではまずはこちらに向かって、上に向かって編んでいくのではなく、こちらに向かって編んでいきたいので、一番最後引き抜いたところですね、一番最後の目がどこになるかというのを確認しておいて、でここから編み始めます。でもし最初の目がわからなくなりそうな方は、一番最初の目にもマーカーをつけておくといいかなと思います。で、そしたらバッグの底が上になるように向けます。で、一番最後に編んだところからこっちに向かって編んでいきます。ではまずはこちらの一番最後の目、こちらの半目、こちらから見ると奥側の半目ですね、バッグから見ると手前半目になります。こちらに針を入れます。かぎ針は5号針の3ミリを使用していきます。で、エンジェルコットンを持ってきて、で一度キュッと引き締めます。マーカーは取ってしまいます。で、ここから一つの目に2目ずつ細編みを編んでいきます。1回、で同じ目にも1回細編みを編みます。次の目にも半目拾って細編みを2回、糸端は私は編みくるみながら編んじゃいます。で、隣の目にも細編みを2回、ちょっと編みにくいかもしれないんですけども、こんな感じでぐるっと編んでいきます。細編みを1つの目に2目ずつ入れていきます。はい、ぐるっと端まで編んできて、マーカーの手前まで細編み2目ずつ編んできました。で、マーカーのところが最後になります。こちらに細編みを2回、で、そしたら一番最初の細編みですね、こちらに針を入れて引き抜きます。
で、これは1周が6の倍数になっていたら次の模様は編めるんですけども、円で6目スタートで編んだ場合、1つの目に2つずつこう増やしているので、だいたい6の倍数になっていると思います。もし目が狂っている方とかはちょっと確認するといいかなと思うんですけども、もし6の倍数になっていなければ、まあ、途中で1目増やしたりとか、あとは数えるのがめんどくさい方は一番最初の模様を編んだ時にちょっとごまかしてしまったりでも大丈夫です。では次から模様を編んでいきます。ではまずは鎖1つで立ち上がります。で、1目目引き抜いたところですね、こちらに細編みを1つで、次は引っ掛けて下1、2、3、3目目、2目飛ばして3目目に長編みを編みます。で、次は鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4、4目編んだら引っ掛けて同じ目に長編みを編みます。で、これを繰り返していきます。1、2、2目飛ばして3目目に細編み、引っ掛けて1、2、2目飛ばして3目目に長編み、鎖を4回1、2、3、4、引っ掛けて同じ目に長編み、で1、2、2目飛ばして3目目に細編み、引っ掛けて1、2、2目飛ばして長編み、鎖を4回引っ掛けて同じ目に長編み、で2目飛ばして細編みというように編んでいきます。細編みで2目飛ばして長編み、鎖4目同じ目に長編み、2目飛ばして細編みというようにくるっとこんな感じで編んでいきます。はい、くるっと最後まで編んできました。長編み、鎖4目同じ目に長編み、最後は1、2、2目飛ばして一番最初の細編み、こちらに引き抜きます。で、これで2段目が編めました。次は鎖1つで立ち上がります。根元にまずは細編みを1つで、次はこちらの鎖4目、こちらに長編み3目、鎖2目、長編み3目と編みます。まずは引っ掛けてこちらの鎖4目に針を入れます。で、長編みを3回編んでいきます。1、2、3、長編み3目編んだら鎖を2回します。で、同じ目に長編みを3回1、2、3。で、そしたらこちらちょっと伸びちゃってるんですけども、おっと、細編みをここに編んだところですね、細編みの頭には細編みで、これを繰り返します。引っ掛けて鎖4目のところに長編み3目、1、2、3で鎖2目、引っ掛けて同じ目に長編み3目、1、2、3、細編みには細編み、細編みでこちら鎖4目をしたところに長編み3目、鎖2目、長編み3目で、細編みの頭には細編みというようにぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。長編み3目、鎖2目、長編み3目で、一番最初の細編みに引き抜きます。
で、これで3段目が編めました。で、次は4段目。まずは鎖3目で立ち上がります。1、2、3。で、これを長編み1目と数えます。で、次はこちらの鎖2目をしたところに細編みを編みます。で、次、ずっと下がって細編みを下で編んだところですね。こちらに長編み、鎖4目、長編みとここと同じように編んでいきます。引っ掛けて細編みのところに長編みで鎖を4目。1、2、3、4。引っ掛けて同じ目に長編み。で、次はこちらの間ですね。ここに細編みを編みます。引っ掛けて下がって細編みの頭。こちらに長編みを1回、鎖を4回。同じ目に長編みを1回というのを編んでいきます。上がってこの間に鎖2目をしたところに細編み。で、下がって細編みの頭に長編み、鎖4目、長編みと編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で、こちらが一番最初の目になります。ここから編み始めですね。鎖3目で立ち上がって次細編みと編んでいます。なのでこのまま細編みを編んで引っ掛けてこちらと同じところに針を入れてまずは長編みを編みます。で、そしたら長々編みを編みます。1回2回巻きつけてこちら鎖3目をして細編みを編んだところずっと上がってこちらですね。ここに針を入れて糸を持ってきて2本ずつ編みます。で、そうするとこことこちら同じような形になりました。で、これで4段目が編めました。で、次は鎖3回で立ち上がります。これを長編み1目として引っ掛けて今度はこちらの中に側に拾って長編みをまずは2回編みます。1回、2回。で、鎖を2回、同じ目に長編みを3目編みます。1、2、3。で、そしたら細編みの頭に細編みを編みます。3段目と同じように編んでいきます。引っ掛けてまたこちら長編み鎖4目長編みの鎖4目のところこちらに長編みをまずは3回。1、2、3。で、鎖を2回引っ掛けて同じ目に長編みを3回。1、2、3。で、細編みの頭に細編みというようにぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと最後まで編んできました。最後は細編みで終わっています。で、そしたらこちらの鎖3目で立ち上がったところですね。1、2、3。わからない方はこちら長編みの頭のすぐ右隣こちらに針を入れてこのまま引き抜きます。で、これで糸処理をして終わりにします。糸処理できる分残してカットをして糸を抜きます。で、最後に糸処理をしてもいいんですけども、ここで糸処理をしてしまっても大丈夫です。
こちらが表になるので、この後ろで糸処理をします。ちょっと見えないところに入れて、で下の方とか何回かくぐらせてあげるといいかなと思います。で私は行って帰ってっていう感じで、ちょっと糸を割るようなイメージで糸処理をします。で他の部分も糸処理をしておきます。はい、糸処理をしてきました。で私はミニバッグとして仕上げるので持ち手をつけていくんですけども、例えばこのままバスケットとして使ってもいいと思うし、リーカンをつけてポシェットとかでもいいと思います。お好きなように仕上げてみてください。ではまずはバッグに縫い付けるのでちょっと長めに残しておきます。でここから一度引き締めて鎖編みを25目編んでいきます。1、2、3、4、5、はい、鎖編み25目編めました。でこれはお好きな長さで大丈夫なので、お好みの長さで作ってみてください。ではまずは鎖一つで立ち上がります。裏山を見ながら上から数えて1個、2個目、2個目の裏山から引き抜き編みで編んでいきます。引き抜き編み、では端まで引き抜き編みをしていきます。はい、一番最後の目まで引き抜き編みをしていきました。でそしたら鎖一つで立ち上がります。編み地をひっくり返してまた引き抜き編みをしていきます。頭が結構裏側にあるので、ちょっと倒してあげて頭を見ながら頭全部に針を入れて、このまま引き抜き編みで、隣もちょっと手前に倒してあげると頭が見やすいと思います。では端まで引き抜き編みをしていきます。はい、端まで編んできました。2段編んで、私はこのくらいで終わりにしようと思うのでこちらでカットします。縫い付けるのでちょっと長めに残して、でカットをしとけます。でこのまま糸を抜いて、とこちらの輪の中に糸端は入れて留めておきます。で同じものをもう1本作っておきます。はい、同じものを2本用意しました。で大体長さが私の場合は20センチぐらいになっています。でこちらを縫い付けていきます。で場所はどこでもいいんですけども、私は立ち上がりを後ろにしたいので、こちらが真後ろになるようにだいたい場所を決めます。まずは横、横を決めて、でこちら中心を決めます。でそしたら持ち手を中心から4目、1、2、3、4、4目明かす感じで、こんな感じで持ち手を縫い付けていきます。でマーカーの1、2、3、4、4目明かせて、だいたい2目ぐらい下がったところに1、2をつけていきます。で表に響かないように縫い付けます。で安心できるぐらい縫い付けたら、あとは糸処理をしておきます。
で、あと他の3箇所も同じようにつけていきます。はい、持ち手をつけてこんな感じでできました。で、サイズの方が横が22センチぐらいで、こちら高さがだいたい14センチぐらいですかね。で、ペタッとした状態でだいたい18センチぐらい、持ち手からだと23、4センチという感じです。で、こちらは小さな女の子が持ってたら可愛いだろうなということで作ってみました。ちょっと下をバスケット風にして、上はレースではないんですけども、レースをイメージしてつけてみました。で、もしこちらが浮いてきちゃうようだったら、ちょっと縫い付けたりとか、こちらと、バッグの本体ですねをちょっと縫い付けたり、ボンドで何箇所か留めたり、グルーガンで留めたりするといいかなと思います。もし編み癖によってもしかしたらきつい、ちょっとひっくり返っちゃうような感じの人もいらっしゃるかなと思うので、そういう時はちょっと留めておくといいかもしれないですね。では、今回は小さめなカゴバッグを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。